シェンファイ、私の役目は終わった。我ら一族に託されし法王が今完成した。村に伝わる定めの時が来たのだ。シェンファよ、かの法王を携えし者とその証を確かめるのだ。そしてその者に身を委ねよ。共に行くがよい。お前に家伝の七星剣を授けよう。その剣を私と思い身につけるがいい。私はいつもお前を見守っている。これは亮。ああ、これは竜と鳳凰。鏡と同じだ。父はこれをそのもの東の戸津国より海を渡りて現れる若者、姫す力未だ知らず、かの身を滅ぼすことも、かの願い叶えしことも、その者勇み立つ時我を求めん。共に荒れ野の道を行かん。待ちて願え。開口は我の古よりの定めなり。地より現れし竜が黒雲を誘い天を覆うも、舞い降りし鳳凰、その翼に降りて四風を生むがごとく、漆黒の世は広がりしも、明星は一つ灿爛と輝く。その歌は村に古くからある言い伝え。鳳凰携えし者、あれがハッカソン。父の手がかりが見つかるかもしれない。急ぎましょう。ああ。シェンファー。リョウ、村へ急ごう。ああ。お父さんの行き先に心当たりはあるのか。わからない。そうか。今までにこんなことは。こんなこと。ああ、お父さんが急にどこかへ行くとか。ううん、なかった。そうか。洞窟にあったあの手紙だけど。あれは父の字。
間違いない。そうか、あの手紙からは何かわからないのか。シェンファ、わからない。今は手紙のことよりも早く父を見つけないと。そうだな。